ここは海と山の五六さんです。営業時間は17時から23時、定休日は日曜日です。では早速お邪魔してみましょう。まずお店に入って左側にカウンターがあります。そして右側には小上がりの個室が2部屋。奥にはテーブル席の個室が4部屋あります。団体様のご予約の際は仕切りを外して対応しております。少人数でも団体様でも他のお客様を気にすることなくゆっくりくつろげるお部屋になっています。ウイスキーや日本酒もありますが、五六さんでは南三陸の魚介類と登米市産の野菜、米、仙台牛などの海と山の食材を使用して料理をしています。お刺身、天ぷら、寿司などの和食を中心としたお料理がおすすめです。おっと、女性のお客様がカウンターにご来店です。メニューを見ていますが、何を注文するのでしょうか。お刺身のようですね。五六さんの親方は20年間県内の和食、寿司、居酒屋などで修行をし、ご両親が飲食店経営をしており、子どもの頃から自分で飲食店をやりたいと思って、最終的には居酒屋がいいと思い、海と山の五六さんを始めたそうです。趣味は柴犬を撫でること。とてもユニークな親方なのです。ところで皆さん、入り口に無の提灯があったのはお気づきでしょうか。気になる方は直接お店に行って親方に尋ねてみてください。